皆さんこんにちは。飛行船アグリヒロチャンネルのヒロです。さあ今日ご紹介するのが諸岡のブルドーザー、MS25。 いやーなかなか珍しい機械ですよ。まあ、ポイントとしましてはこれ HST なんですよ。後でご紹介しますけれども、状態も年式古いですけれども非常に綺麗です。でカラーリング前のオーナーさんが非常に綺麗に塗装してくれていますので、年式を感じさせない素晴らしい機械でございます。それでは早速エンジンをかけてみましょう。ここにモデルがありますね。諸岡メーカーの MS25。 じゃあエンジン外観からいきますか。クローラータイプ、まあどんなあのアスファルト、コンクリ、どんな場面でも活躍してくれると思います。ぐるっと回ってもらって、こちらに軽油、燃料軽油になります。で牽引する場合、牽引ヒッチもついております。で油圧オイル、油圧オイルになります。さあ、エンジン、いすゞのエンジン3気筒が乗っかっております。エンジンルームで前に作業灯2基に、ラジエーター、ここからラジエーター液を、チェックできます。それでは乗ってみましょう。このレバー見てください。もう前進後進、右左、これ片手で全部可能です。で右でブーム上げ下げ、バケット上げ下げができるという、もう本当に作業工程楽です。ライトスイッチ、さあかけてみましょう。スロットル、低速中速高速、3箇所のポイントがありますね。じゃあ、上げ気味でフロー滝スタート。調子いいです。なかなかいい仕事してくれるんじゃないでしょうか。以上 MS25 諸岡の素晴らしいブルドーザーご紹介させていただきました。ヒロチャンネルよろしく。